行くぞ。これより帰投する。さあ、行くぞ。指定ポイントに到達した。ひとまず終わったわね。
これより任務を開始する。戦闘に入る。これよりネストエリア2への強襲を開始する。機械化歩兵第1第2師団は陽動に成功。エリア1のイーバどもを釘付けにしている。エリア3のエネルギープラント内部から敵増援が予想される。こちらも十分に警戒するように。俺たちが遅れた分だけ棺桶が増える。急ぐぞ。前方にイーバクラスターを確認。これより戦闘を開始する。戦闘を継続する。
認。まだいるってか。嫌われるぜ。あのタイヤに巻き込まれるなよ。うまくかわせ。気配はあるか？いえ、特に確認できません。クリアです。こちらビクター1、クラスターの殲滅に成功。後方支援部隊はプラント外部への拠点設営を開始せよ。2のEBA殲滅を確認。バロン級の潜伏場所は稼働中のプラント動力部だ。稼働中の動力部は温度が数千度に達するため、特殊強化兵でも耐えられないだ。突入作戦を可能とするため、工作部隊が細工を加え、一時的にプラントの動力を切断する。強制切断によりエネルギー漏れが発生するかもしれんが、うまくやってくれ。工作部隊の作業完了時刻は50時間を予定している。ついにバロン級と戦闘になるぞ。準備を怠るな。
これより帰投する。これより任務を開始する。Thank you.
下しているぞ。気をつけろ。完了。これより帰投する。さあ、行くぞ。任務完了。これより帰投する。